どうも、こんばんは、エナムです。今回は東京グールリインボーク駆逐上白リゼを駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。で、今回の動画のコンセプトなんですけど、ダメージチャレンジの方がですね、チャレンジ枠に設定されていて、聞いたところによると、まあ、1億ダメのチャレンジもまああるっぽい。その上はあるかどうかちょっと知らないんですけど、まあとりあえず1億ぐらい、チャレンジあるよってことで聞いてるんで、そっちをねやっていこうかなと思います。で、使っているのがブーストガスじゃねえわ、なんだっけ、攻撃力アップか、攻撃力アップと、防御力アップを使ってるんで、ちょっと俺金気を貯める立ち回りしようか。まあ適当にちょっと絵とならいけるだろうと思って組んできたんですけど、で入るがね、熟練度が 100% じゃないんで、またね、あの入るの熟練度 100% にしてからね、もう一回ダメージチャレンジの方はやろうかなと思ってるんですけど、とりあえず1億ポイントぐらい、1億ダメージぐらい、まあ、出せるだろうということで、おっと金木で殴るの忘れた。やっていこうかなと思いますよ。カグネ出して、まあ誕生日カネキ今回特攻かかって攻撃力が 1.5 かなになってるんでね、まあ、そこそこ火力は出るんじゃないかなと。とりあえずムツキを発動させていきましょう。熟練の 100% のムツキ2倍ですね、防御力にして、エトで下がった 0.5 倍をまあリセットすると。で、金木を打っていきましょう。なるほどね、80万ぐらいか。まあこのターンはこれぐらいでいいかな。今現時点で何も出てんだっけ、2000万ぐらい。まあ5ターン、これを5ターン続ければ、まあ、1億は超えるぞと。とりあえず相手の武器耐久値が回復してないんで、ブレイクバースト、エトのブレイクバースト、の全体バフですねはかけれないんで、若干火力は落ちるが、まあそれは仕方あるまい。で、金木を打って、まあ、スキルの数で、ここは、なんとかね、追いついてもらうか。ハイルをね、熟練で 100% にしたいんですよね。どうにか。ただな、もう今月フェス引く必要があんまりね、ないっちゃない。これ相手に武器耐久値削られるような行動したっけ。一応毎ターン打てるっちゃ打てるけど、これハイル出そうかな。チレア、ハイル打ってみようか。ハイルの 3D モデルマジでかっけえな。ハイルで単発20万ぐらい、これがスキルレベルが5。まああのエトね、どうせエトでブレイクさせるから、まあ、ハイルのブレイクバーストをトリプルエースだったかな、わかんない、ちょっと忘れたんですけど、それが必要かって言われるとちょっと微妙だよね。だからまあ今熟練度こいつ 40% なんですけど、まあ、もう 40% 上げてとりあえずスキルレベルだけ5にしたいとは考えてるんだけど、どうなんだろうか、そこらへん。スキブにスキブは乗らないよね。ここはエトのバフをかけていきたいな。どうだ、エトのバフをかけた方がいいよな。エトを出して、でエトのスキルを打っていく。カネキブレイクバーストだったっけ、カネキのブレイクバーストが何パーセントかちょっと忘れちゃったんだよな。グールだ。で、打って、オッケーオッケー、単発、80万ぐらいは出てる。85万ぐらい ?3 万ぐらい出たのかな。ムツキ打って、
で、またカネキーに、スキルを打たせるように立ち回っていく。オッケー、打ってズドドドドンと、これ3ターン目だよね。これ3ターン目でまあ6500万、まあこれ7000万ぐらいいくから、まあいけるんちゃうかな。トントントンと、まあ、ムツキの毎ターン何パー回復してんだっけこれ、30%、あれか、アビリティも 30% 乗ってんのかな、かなり回復するんでまあ死ぬことはない。これ防御のブーストつけてるけど、まあつけなくてもいけたのかな。カネキ溶けてるな。ヒヤーヒヤーずっと言ってる。エトもあれだな、ムカデカネキ並みに耳につくな。で、カネキのカグネを発動させて、デートでブレイクしていこう。そうだ、それがいい。出血でどれぐらい入るか理解、あ、しくった。出血でどれぐらい入るか理解してないんで。グールだ。で、ズドンと。オッケー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 。まあ、こんなもんでしょう。で、ハイルを出していくか。いきまーす。で、打って。いけませんよ。ザン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 。で、カネキ。ハイルで4回攻撃。カネキでカネキのスキルを打っていく。ゴリゴリ。カネキ、シーレア、カネキ、まあこんなところでいいんじゃないでしょうか。あ、一応あれか、ムツキ打っとくか。入るかかってないしな。オッケッケ。まあこれ相手に対して有利属性取れてるんでね。まあ今回誕生日カネキでやってるんですけど、まあ、非属性キャラの強いキャラ、ハイルがね、出てきて、結構ね、魅力的なんで、本当にあげたいんだけど、これな、打ちたいんだけどな、とりあえずここ、ハイルだけでやって、エトでブレイクさせていくか。で、エトでザンザンザンと。OK。で、またここでカネキにスキル打たせるような立ち回りをしていくと。タンタンタン、タン、タン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 、タン、タン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 、タン。あとこれ合わせて2回は打てるかな。カネキくん、グールだ、ゾン。オッケー、タンタンと、タン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 。入る。はーい。あら、よっと強いね。タン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 。で、カネキ打って、グールだ。タンタン。まあ、これはもうあれかな。入るで終わりと。まあ、こんな感じですね。まあ、正直、ずっと右のムツキをシフト、ね、しないっていうのも、裏のオールちょいちょい出してればもうちょい削れたかな。もっと楽しませてくれなきゃ、ねえ。
まあ、エトのね、デバフが多分前衛だったよね、防御力 0.5 倍が。だから、その打つタイミングではオール出さなくて、まあ、そこでムツキが防御力ダウン無効を確か持ってたと思うんで、あ、トータルダメージ1億いったね。まあ、そこでムツキにバフをかけて、あえてバフかかったけどかかってないムツキを下げてオールを前に出して、もうちょいダメージを稼げたんじゃないかなとも思ったね、今。ちょっと反省だわ。はい、ということで、あれ、ダメージ何も出てた 1.5億ぐらいかな、出てましたね。まあ、今回、こんな感じで、まあ、パパッと、1億超え出しましたけど、まあ、もうちょい立ち回りを考えて、ハイルのスキルレベルをマックスにして、またもう一回ちょっとやって、ね、どこまで出せるかっていうのをやろうと思うんで、また、その時はね、よろしくお願いします。ということで、あ、1.5 億出したら結構、20分の1ぐらい削れるのかな。ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画で、お会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。